こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日はヘビの中でも驚くとボール状に丸々習性を持つボールパイソンという種類のオレンジドリームパイボールというモルフについて紹介したいと思います。モルフというのは種類のことです。ボールパイソンの中にですね、オレンジドリームという全体がオレンジ色の種類がいるんですけど、これはそのオレンジドリームがパイボールになった状態のモルフになります。オレンジドリームはですね、他のモルフとかけると驚くような変化をするという特徴もあるんですけど、普通のパイボールに比べて柄がすごく乱れていますね。で、色もより通常のパイボールよりもオレンジ色になっていると。アメリカなんかだと有名なパイボールにスーパーオレンジドリームパイボールというのがいたりします。それはこれよりさらにオレンジが濃いので言うと、スーパーオレンジドリームイエローベリーパイボールとか、スーパーオレンジドリームジーン X パイボールとかいろいろあるんですけど、どん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 オレンジが濃くなっていくわけですね。でもそういうのの基本にあるのは、オレンジドリームとパイボールが混ざったこのオレンジドリームパイボールがあって、それが、いくつかの種類を混ぜていくことによってよりオレンジになっていくというところがあります。比較するとよくわかりやすいかもしれませんけれども、オレンジのすごく綺麗な種類のパイボールです。パイボールについている柄が、絵文字みたいに顔文字になっているのを絵文字パイって言ったりしますけど、この子もちょっと絵文字気味、悲しそうな顔してますが、オレンジドリーム絵文字パイと言ってもいいかもしれません。いろんな種類のパイボールがうちにはいますけれども、かなり綺麗なオレンジ色をした子です。他にもたくさんの種類のパイボールをご紹介できればと思います。よく動くね。今日はボールパイソンの中でもオレンジドリームパイボールを紹介しました。